んこんばんは。本日は12月9日金曜日午後9時を少し回ったところ、旅とけんじさんのひまなか世界中さ、ここ沖縄那覇にございます M那覇のスタジオから生放送でお届けさせていただきたいと思います。はい、こちらの番組は世界約60の国と地域を渡航いたしました私報告の旅とけんじさんが世界各国の見どころなどなどを旅のエピソードを織り交ぜながら紹介していく旅番組でございます。さて早速ですが、本日の放送は冬のヨーロッパ編第2弾といたしまして、前回は日本の観光客に人気のあの魔女の宅急便の舞台ともされておりますクロアチアの言いにくいドブリンディツクを、お届けされてきました。はい、で本日はこれまたマイナーな国なんですけれども、ヨーロッパのバルカン半島にございます。1995年までいわゆるボスニア紛争をしていた国、そうボスニア・ヘルツゴビナという国を今日はご紹介させていただきたいと思います。まあ非常にマイナーな国なんですけれども、このボスニア・ヘルツゴビナという国は、まあ、歴史を学ぶ上でも非常に重要な国ではないかと思います。まあ、観光ももちろんそうなんですけれども、今日はこのボスニア・ヘルツゴビナという国を、まあ、ヨーロッパ近代史と、を踏まえて皆さんと一緒に学んできたらなというふうに思っております。また番組内に書きます曲のリクエストもお待ちしております。皆さんから曲のリクエストいただき、番組のエンディング前に書きさせていただきたいと思っております。はい、もうこの季節はね、もうクリスマス一色ですよね。はい、旅とけんじさんはね、前回のね放送でも申し上げましたようにね、イブもクリスマスもね、ディナーショーが入っておりまして、お休みじゃないんですよね。はい、ということで本日は私にとってのベストクリスマスソングをお待ちしております。はい、定番のクリスマスソングから、ま、マイナーだけども私だけのマイクリスマスソングなど、皆様からのリクエストお待ちしております。はい、番組に関するメッセージコメント、世界の国や旅行に関するご質問などなどを、はい、こちらツイキャスというライブ配信アプリより、ね、書き込むことができます。はい、スマートフォンの方からツイキャスを、ま、検索もしくはダウンロードしていただき、アルファベット小文字で FM 那覇を検索してみてください。現在の放送ライブ配信に立ち寄ります。コメントの方もツイキャスから書き込むことができます。また YouTube の方でも、ライブ配信アーカイブ配信を出しております。 YouTube もアルファベット小文字で F ナーを検索してみてください。あ、早速、はい、コメントいただいております。はい、ツイキャスコメントありがとうございます。あ、ジェットネさんありがとうございます。はい、こんばんは、月曜日のラジオ女の子、先週はエコー切ってやるって安心してましたよということで、あ、そうですね、金曜日の夜最後にエコー上げっぱで、月曜日の朝一のお姉さんに嫌がらせしたのは、はい、私でございます。あ、今週はね、エコー切ってやるって安心してまでよかったです。はい、ありがとうございます。あ、ジトネさんありがとうございます。あ、今週だ、ケンジさんがすごく謝っていたことをお伝えしておきましたということで、 ありがとうございます。はい、私の方も一度ね、ご挨拶させていただこうかと思っております。あ、ジトネさん、仲介していただきましてありがとうございます。はい、ジトネさんありがとうございます。ディナーショーということで、はい、そうです。はい、イブも、クリスマスもね、稼ぎ時です。はい、頑張りたいと思います。あ、マージャンさん、いつもありがとうございます。こんばんは、ということで、こんばんは、最後まで今日もね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、また番組内でご紹介いたしました国の、写真などを私のインスタグラムでも紹介しております。インスタグラムは小文字アルファベットで旅人ドットケンジさん、インスタグラムはアルファベット小文字で旅人ドットケンジさんを検索してみてください。本日ご紹介いたしますボスニア・ヘルツゴビナの写真もアップしておりますので、もしよろしければご覧いただきたいかと思います。はい、旅人けんじさんのひまなか世界周してみた、ここ沖縄那覇にございます M 那覇のスタジオから生放送でお届けさせていただいております。はい、本日は1992年から95年までいわゆるボスニア紛争といわれる内戦をしていた国、ボスニア・ヘルツゴビナという国をご紹介したいと思います。はい、まずこの
ボスニア・ヘルツィゴビナという国はどこにあるのとなるかもしれませんが、はい、先日ワールドカップの決勝トーナメントで、PK の末負けたあのね、クロアチアという国が、はい、イタリアの右側アドリア海を挟んでバルカン半島にあるのがあのクロアチアという国なんですけども、このクロアチアという国が、クロアチアというだけあってひらがなのクの形をしてるんですよね。ひらがなのクを形をしたね、クロアチア。そのクの形の真ん中にボスッとね入るのが今日ご紹介しますボスニア・ヘルツゴビナという国ございます。長いからね、略数またはね片一方だけでいいんじゃないのと思うかもしれませんが、これがねいよいよややこしいです。ちゃんと両方言わなきゃいけないですね。はい、ボスニア・ヘルツゴビナでございます。はい、首都はサラエボという町なんですけれども、ご年配の方だったら、サラエボの冬のオリンピックねとね思い出される方もいらっしゃるかと思いますが、はい、ユーゴスラビア時代の1984年にここサラエボで冬季オリンピックが開催されたんですけれども、歴史の勉強とかだったらこの首都サラエボね、サラエボ事件で、覚えさせられた、ね、記憶がある方も多いかもしれません。はい、このボスニア・ヘルツゴビナを語るには本当この歴史を知らなきゃただのマイナーな国になってしまいますので、本日は少々、社会の授業になってしまいますけれどもお聞きいただきたいと思います。はい、最後に今日はテストがあります。皆さんよく、聞いていただきたいかと思います。
の2つを足してボスニア・ヘルツェゴビナという名前になったことでございます。FM Naha はい、旅人健二さんの暇だから世界一周、日々だここ沖縄にございます。FM Nahaのスタジオから生放送でお届けさせていただきます。ちょっとね、堅苦しいね、歴史のお話になりましたけども、ツイキャスコメントありがとうございます。あ、失礼でした。あ、クリスマスソング、はい、リクエストありがとうございます。はい、検索してみたいと思います。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。マテさん、あ、ありがとうございます。当時はよくニュースに取り上げられていたなということで、そうですね、まあ、結構、うん、アメリカもバンバンね空爆したね、そのボスニア紛争なんですけれどもね、まあちょっと難しい話になりましたけれども、はい、後で簡単にご説明させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。実際ありがとうございます。歴史の授業みたいでためになる話ですねということで、まあ、これ説明するのがまあ非常に難しいね、あの男なんですけれども、まあ、要するに、違う宗教の違う民族がちょうどぶつかるのがこのボスニア・ヘルツゴビナというところでございまして、でそこで、さらに、ね、バックにロシアがついた、ね、セルビアとで、ボスニア・ヘルツェゴビナのバックには、ね、まあ、欧米を中心とする、ね、国家がついて、まあ、泥沼の内戦になると、まあ、いわば民族対立でございます。はい、で、そちらの、ね、本日はボスニア・ヘルツェゴビナ、ね、まあ、先ほど申し上げましたように、これね、あのボスニア人と、クロアチア系のヘルツェゴビナの両方の国なので、これ両方言わなきゃいけないというところなんですよね。はい、横浜のみなとみらい線のね、元町中華街、これ両方言わなきゃいけないと同じ、はい、仕組みでございます。どういう仕組みかということなんですよね。はい、はい、ということがございまして、はい、この、ボスニア・ヘルツェゴビナに最初に私旅人健二さんが訪れたのが2020年3月のことでございます。はい、日本人に人気のね、観光地ね、クロアチアのね、ドブルニックからバスで、はい、同じくクロアチアのスプリットというね町に、まずは移動した次第でございます。はい、でちょうどね、まあ、うん、コロナというね得体の知らないね、ウイルスが蔓延しだした頃でございましてね、ちょうどマケドニアからクロアチアに、まあ、入るときに、まあ、検問が、まあ、増えてきて、検問のたびに、まあ、アジア人は降ろされてチェック、うん、されだしたというところで、でこのクロアチアのドブロニツクから、スプリットというね町に移動する途中でもね、やったらにね、まあ、検問が多く、でこれが、まあ、ちょうど2020年の3月6日のことなんですけれども、ちょうどアジアだけではなくヨーロッパではイタリアがまず感染爆発したんですよね。はい、でちょうどスプリット行きの、バスに乗っている時にたまたまね、イタリア人のね、高青年がね、まあ、乗っておりまして、
その魔女狩りならぬね、まあ、イタリア人狩りのように、まあ、検問の度にその、ね、イタリア人降ろされてなんか尋問を受けていたというような、状態でして、まあ、アジア人よりも ね、 そのねイタリア人青年がねなんかターゲットになった状態で、でもスプリットをついた頃にはねもう頭抱えてねそのイタリア人青年にねノイロレ動作に、ね、はい、なっておりました。はい、でその、ドボルニツクからスプリットへね、移動する、ね、途中、まあ、ちょうどアドリア海側のね海沿いをザーッとね下走るわけなんですけど、まあ、途中で、まあ、国境検問があったんですよ ね、 ね。でまあドボルニツクからスプリットまでこれずっとクロアチアなのになんでだろうと窓から見るとあのボスニア・ヘルツェゴビナの国旗が見えたんですよね。あれ地図をよく見るとほんの数キロだけボスニア・ヘルツェゴビナの領土があるんですよね。そうですね、バスで走ったらだいたい5分ぐらいでねもう越えちゃうというところ。でもその5分のためにわざわざパスポートチェックがあって、で5分バスを走らせて、でまたねパスポートチェックして再びクロアチア側に入って、まあスプリットという、ね、町に着いた次第でございます。はい、このスプリットという町がねまた、うん、港に面したね、港町でございまして、ね、海に面したか、ね、港町でございまして世界遺産にも登録されている非常にね居心地のいい町でございました。はい、でまあちょうどねスプリットの宿で泊まった時にその西洋人のカップルさんがどっから来たのということでジャパンっていう風にね、まあ、言ってやったらね東京オリンピック残念だねというようなことね言われたことをねちょっと思い出した次第でございます。78.0FM那覇Your radio station。 はい、それでは、ここで今日は一曲挟みたいと思います。はい、もうこの時期はねもうクリスマス一色です。はい、私にとってのベストクリスマスソング、はい、皆様からのリクエストお待ちしております。はい、まずは1曲目ということで、はい、ではお聴きください。はい、こちら行こう。はい、ジュリン&マリーさんでクリスマス。
Christmas from FM Naha。 はい、旅とけんじさんの暇だから世界周知見たここ沖縄那覇にございます。 FM Naha のスタジオから生放送でお届けさせていただいております。はい、皆様からのコメントお待ちしております。コメントはツイキャスの方から書き込むことができます。ツイキャスはスマートフォンから、はい、ツイキャスの方を検索していただきまして、小文字アルファベットで FM Naha を検索してみてください。現在の放送がライブ配信いたしております。はい、また皆様から番組内に書きます曲のリクエストをお待ちしております。本日は私にとってのベストクリスマスソングをお待ちしております。はい、ということで、まあ本日は非常にマイナーな国なんですけども、ヨーロッパ近代史を語るにはね、非常に重要な国、ボスニア・ヘルツゴビナというね、はい、国をご紹介させていただいております。はい、コメントありがとうございます。マーチャさんありがとうございます。宗教も民族も入り組んで複雑な場所なのねということで、はい、そうでございます、ね。最初にご説明させていただいたんですけど、これ難しいですよね。この、ボスニア・ヘルツゴビナの歴史を説明するというのはね、ですので、まあ、歴史の勉強で一番、まあ、分かりづらいというところかもしれません。はい、実際に行った私もよく分かっておりません。はい、まあ、いわば民族対立をしていたところに、オーストリアの皇太、オーストリアが攻め込んで、その、皇太子が暗殺されて、1914イクイシにね、第一次世界大戦が勃発した場所が今日ご紹介しております。ボスニア・ヘルツゴビナの首都サラエボでございます。はい、で先ほどね、まあ、ご説明させていただいたようにね、はい、このボスニア・ヘルツゴビナというね、国の中にそのセルビア人によるスルプスカ共和国というのがありまして、で首都のサラエボもそのね、ボスニア・ヘルツゴビナエリアと、スルプスカ共和国エリアというふうに分かれておりまして、で、はい、別に一応ね、まあ国境というのかな、うん、のは形式的にはあるんですけど、別にパスポートチェックがあるわけでもなく、だから知らないうちにね、片側に入ったというような感じでございます。はい、で旅とけんじさんは、クロアチアのね、先ほどご紹介いたしました港町スプリットからバスに乗りまして、ボスニア・ヘルツゴビナの首都サラエボに向かった次第でございます。はい、到着したこのバスターミナルはボスニア・ヘルツゴビナ側のバスターミナルで、で次にセルビア共和国に行くためには、その到着したボスニア・ヘルツゴビナ側のバスターミナルからはこのセルビアのベオグラド行きのバスは出ていなくて、敵であります、まあね、反対側の、スルプスカ共和国側のバスターミナルにまでわざわざ行かなければいけないと、もうそこまでちゃんとねシビアに分かれているんですよね。はい、で、もう、うん、民族対立を目の当たりにされたということでございますけれども、はい、あ、マージャさんありがとうございます。はい、神々、リスク半端ないということで、はい、難しいことを喋ろうと、うん、しているので、もうちょっとカミカミになっております。はい、難しいですね。はい、歴史は難しいと、うん、ことでございまして、はい、でこの、ま、首都サラエボという町は、山と山の間の谷底にありまして、ね、中央に、まあ、大通りがあるんですけれども、まあ、この通りの名前が、まあ、スナイパー通りとも言われておりまして、まあ、紛争当時、まあ、その谷底の、ね、道を歩くとビルの上からスナイパーに射殺されるということから、まあ、スナイパー通りと呼ばれるらしく、まあ、今でも何か、まあ、物騒な気配が、ね、残るそういう、まあ、場所でございます。はい、まあ、ちょっと街を歩くともね、建物の多くにはね、銃弾の跡が残っておりまして、はい、戦争の爪痕が今も残る、ね、サラエボでございます。はい、まあ、そんなサラエボの思い出なんですけれども、その、中心部のね、ボスニア・ヘルツゴビナ側の、ね、バスターミナル近くのアパートメントをね一室借りたんですけれども、まあ約束して通りにね、オーナーのね女性、ボスニア人かセルビア人かちょっと分かんないんですけれども、あ、セルビア人って言われるか、ボスニア人か、クロアチア人か分かんないんですけれども、まあ、かける受け渡しもね、まあ、スムーズに、まあ、行きまして、はい、まあ、サラエボとは思えないね、まあ、素敵なアパートメントでございまして、まあ、なんといっても一番、まあ、嬉しかったのは、
洗濯機、もうそれもねドラム式の洗濯機があるのがもうとても嬉しくて、まあ、そういえばまあ洗濯物ね、結構溜まってたなということで、そのドラム式のね洗濯機にバーンと放り込んでね、クロアチア語か何語か分かんないけども書いてあるので、まあ、適当にね、まあ、押したらぐるぐるぐる回り出してね、でまあ洗剤プチューとなんか出てきたんで、まあ、ラッキーラッキーと思ったんですけども、ただ乾燥機のかけ方がどうしても分からなくて、で、もうせっかく素敵なねサラエボのアパートメント一室が部屋干し状態になってしまいまして、で洗濯物がまあ乾いたかどうかそればっかりがまあ気になって、まあ観光どころではなかった、はい、そんな旅人健二さんのセルビアの思い出でございました。Your radio station. はい、ということで、ここでもう一曲挟みたいと思います。はい、本日は私にとってのベストクリスマスソング2曲目ということで、前回の放送でもかけさせていただきました隠れたクリスマスソングの名曲ではないかと思います。世界のどこかで同じ夜を待つ、この日激しい戦場にも訪れず、サイレントナイト、お聴きください。田村直美さんでサンキューアミリオン。
Christmas from FM Naha. はい、旅と健二さんの島だから世界一周してみた、ここ沖縄にございます。OK 通りにございます。FM Nahaのスタジオから生放送でお届けさせていただいております。はい、なんだっけ、はい、本日は、はい、ボスニア・ヘルツェゴビナというね、非常にマイナーな国ね、をご紹介させていただいております。はい、こちらに訪れたのが2020年の3月7日、はい、タイから出発いたしまして、はい、UAE を経由してギリシャから旧ユーゴスラビア諸国を回った時のことでございます。はい、でちょうど、まあ、ギリシャに上陸した時が日本の感染者が144人だったのが、2週間余りで、このボスニア・ヘルツェゴビナに、まあ、訪れた時には、408人、3月7日かな、2020年の3月7日408人と、まあ、2週間余りで、まあ、3.5 倍ぐらいにね、まあ、跳ね上がりまして、で、まあ、国境検問がね、とか、まあ、途中の検問が厳しくなっただけではなくね、渡航国の、また渡航予定の国の、まあ、日本大使館の、メールをね、通達の、まあ、登録をしておけば、通達が何かあればね、入ってくるという仕組みがあるんですけども、まあ、日に日にその、まあ、通達メールがバンバン入ってくるというような感じで、まあ、この先どこまで行けるんだろうと言いながら思いながら、まあ、ヒヤヒヤしながら旅をした、うん、ことでございます。はい、まあ、日本を離れていたので分からなかったんですけども、なんかこんな大変な時に、まあ、海外に行っても全員帰ってこいみたいな状況に、まあ、なっていたらしく、この後、ね、そのセルビア人による認められていない、西側諸国は認めていないね、このスルプスカ共和国側からバスに乗って次の国セルビアに向かうわけですが、ここでまさかのオチがございました。はい、それは来週の放送でお話しさせていただこうかと思います。はい、それでは皆さん覚えていますでしょうか。はい、テストの時間。はい、ということで冒頭の、はい、歴史のお勉強の確認テストを行いたいと思います。はい、こちらの問題は中学生向けの塾さんのサイトから引用させていただきました。全部で5問です。はい、今日のおさらいテスト。第1問、多くの民族、多くの宗教が共存し紛争が絶えないことから、ヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたのは何半島か。第2問、ロシア人やセルビア人は何民族か。第3問、第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件でセルビア人に暗殺されたのはどこの皇太子夫妻か。第4問、第一次世界大戦が始まったのは何年か。第5問、バルカン半島はなぜヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたのか、簡潔に説明せよ。皆さんいかがでしょうか。
では答え合わせいきましょうか。あ、しもしもさん、あ、コメントありがとうございます。こんばんは、ということで、こんばんは。はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、まーちゃんさん、あ、答えわざわざありがとうございます。はい、1番バルカン半島、2番グーラン、はい、ハチナかな、うん、3番オーストリア、4番、これがハチナかな、5番、いつでも戦争になっても不思議じゃない。なるほど、答えありがとうございます。はい、それでは答え合わせの時間に行きたいと思います。第1問、多くの民族、多くの宗教が共存し紛争が絶えないことからヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたのは何半島か。答え、バルカン半島でございます。はい、マーチャさん正解おめでとうございます。第2問、ロシア人やセルビア人は何民族か。これちょっと触れなかったんですけども、答えはスラブ民族でございます。スラブ人です。はい、あのユーゴスラビアのスラブというのは、スラビアというのは、あの南スラブの人々という意味になっております。あのセルビア共和国のセルビアもスラブ化しています。はい、あのクロアチア人も、セルビア人も、まあ、いわゆる旧ユーゴスラビアのスラビアというのはスラブ人という意味なんですよね。はい、なので、まあ、ロシア人も、まあ、旧ユーゴのセルビア人も、まあ、クロアチア人もみんなこれスラブ系の民族でございます。今ロシアと、ね、対決しておりますウクライナ人も、スラブ系の、民族でございます。はい、答えはスラブ人でございました。第3問、はい、第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件でセルビア人に暗殺されたのはどこの皇太子夫妻かということで、はい、答えはマンチャさん正解です。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子です。オーストリア正解です。オーストラリアじゃありません、カンガルーじゃありません、オーストリアの方です。第4問、第一次世界大戦が始まったのは何年か。行く意思決めた第一次世界大戦、行く意思を決めたので1914年でございます。はい、第5問、バルカン半島はなぜヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたのか、簡潔に説明せよということで、多くの民族、多くの宗教が共存し戦争が絶えなかったからということで、マーチャさん、はい、いつでも戦争になっても不思議じゃないということで、はい、正解でございます。はい、以上がね、中学生向けの塾さんのサイトから、はい、用意いたしました、問題、結構難しいですよね。はい、全問正解の方にはね、番組特製のね、はい、グッズをね、差し上げ、たいと、思いますので、はい、自己申告制で、はい、取りに来ていただきたいと思います。Your radio station. はい、ということで今日はここでもう一曲ね、最後にね挟みたいと思います。本日は私にとってのベストクリスマスソングということで、はい、ジェットさんからリクエストをいただいております。はい、ではお聴きください。ドアステンさんのメリークリスマスミスターロンリマン。こちらかな、あ、すみません、あ、お聴きください。
Christmas from FM Naha。 はい、田口健二さんの暇だから世界一周してみた、本日も生放送でお届けさせていただいておりました。いただきもよりました日本語かしら。はい、今年も残すとこあとわずかですよね。はい、こちらの放送も、来週の12月16日と、23日の2回で、はい、年内は終了でございます。はい、来週の12月16日と金曜日は、冬のヨーロッパ編第2弾最終回と出しまして、セルビア共和国で締めさせていただきたいと思います。あ、ツイキャスコメントありがとうございます。マーティさんありがとうございます。勉強になるさということで、はい、今日はもうね、ヨーロッパの火薬庫と呼ばれたバルカン半島のね、はい、簡単な歴史をね、はい、お話しさせていただきました。はい、最後までありがとうございます。はい、で来週は、セルビアのベオグラードでのまさかの結末というところを最後にお届けさせていただこうと思っております。で再来週でございますが、あ、そろそろエンディングの時間かな。うん、はい、はい、はい、ということで本日もあっという間の1時間でございました。本日も最後までお付き合いありがとうございます。こちらの番組も、年内残すところあと2回、来週の、16日、うん、金曜日と23日の、クリスマスイブイブ、うん、の2回で終わりです。30日はね、12月の30日はお休みになります。はい、でその年内最後の、再来週ですね、12月23日の金曜日、まあ、年内ラストの放送ですので、クリスマスイブイブ特番といたしまして、素敵なゲストさんをお招きし、スペシャルな内容でお届けさせていただこうと思っております。そう、スペシャルなゲストさん、あの方です。もう皆さんご存知のあの方です。あのトミグスクス先生ではございません。もう素晴らしいゲストさんにね、来ていただく予定にしております。はい、ということで、今年も最後まで、はい、田口健二さんの暇だから世界してみた、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆様からのコメントリクエスト、ツイキャスの方で、はい、または私のインスタグラムの方でお待ちしております。ツイキャスの方は小文字アルファベットで FM那覇を検索してみてください。インスタグラムは小文字アルファベットで旅人ドットケンジさんを検索してみてください。はい、来週も12月16日も生放送でお届けさせていただきたいと思います。ご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、もう年内もあとわずかね、残すとこあと2回ということでございます。はい、こちらの番組はそう、皆様からのメッセージ、コメント、応援が励みになっております。はい、今日、ね、何か、うん、ずっと、うん、なんだろう、今日は何かを考えながら何かお話をさせていただいたわけなんですけれども、はい、そうですね、はい、年内あと2回です。はい、皆さんと一緒に頑張っていきましょうということで、はい、旅人健二さんの暇だから世界主義だ、はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、旅人健二さんの暇だから世界主義だ、パーソナリティは世界を旅する方向の旅人健二さんでございました。また来週の週末金曜日夜9時にお会いしましょう。おやすみなさい。